おのれそう前向き YouTube。 はい、さあ続きまして、演奏に文字を入れる2ですね。演奏の中は一つの世界観、宇宙を表しています。今度は横バージョンでいきましょうかね。はい、いきます。ぐる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 として、ちょっと色をね、緑を入れました。ぐるぐるぐる。さあ、ゆっくり回していきます。ぐる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 。さあ、こんな感じですね。演奏、いい感じですね。はい。そして、ここに文字を入れていきたいと思います。まだちょっと乾いてないですけどね。はい。これは、ここに、この演奏、結構大事なのはですね、手紙をこの演奏の中に自分の表現を入れると、結構相手にものすごいインパクトあると思います。出会いに感謝。もうこれだけでね、すごくいいと思います。ぐる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 。まだね、ちょっとこう滲んでるところはいいところなんですよね。出会いに。出会いに感謝。ぐる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 。出会いに。そしたら今度はこう入れます。こう入れるともうここの先がストップなん、ストップが見えてるので早く書けます。そして出会いに感謝2を入れてぐわっとこういうふうにいきます。感謝。うちの顧問の江長先生はなんとこの出会いに感謝だけ名刺の裏に描かれて営業成績を上げられた大先生です。本当にこの出会いに感謝という字、魔法のいわゆるマジカルワード、出会いに感謝、ちょっとしたことでいいんです。中にね、これぐらいの文字ですと長く続くんですね。でこのように印鑑をして名刺交換をしていただいたら、これをね相手に送れば、今何分でできた、もうこれね待ってる間にね、もうベテランになってくると50枚ぐらいすぐ書けるんですね。でできればここに今日会ってるお名前の新川さんという人に、名前を右上に書けばなおいいんですね。新川さんで、今日の出会いに感謝で、これだけで相手の心を打つことは大きく前進すると思います。まあ、打つと思ってやるわけじゃないんですが大変喜ばれます。皆さんも書いてみませんか。これが己書です。笑って